皆さん、こんにちは。今日はですね、私が、ジムニーシエラの JL というですね、下位グレードの方を、選んだ理由を3つほど、お話しします。で、私はですね、JL に、セーフティーパッケージというですね、オプションをつけております。で、理由は3つほどあるんですけれども、1つ目がですね、サイドドアミラーの、ウインカーですね。JC にはサイドドアミラーに、ウインカーがついてるんですけれども、私はちょっとそのウインカーがね、ない方が、シンプルで、デザイン的にもいいかなと思ったのが理由の一つ目。で、二つ目は、ホイールですね。ホイールのデザインがですね、JL の方が、まあ、無骨な感じがして、まあ、好きだったので、それが理由の2つ目で、3つ目がですね、ランプですね。JC の方は LED ランプなんですけれども、 JL はまあハロゲンランプがついていて、で、まあ、私の住んでるところは北海道なんですが、まあ吹雪いた時とかね、雪降った時なんかは、ハロゲンランプの方が、熱でね、雪が溶けたりしていいのかなと思ったんですよね。LED は、まあ、熱を発しないので、まあ、そういった吹雪いた時とかにいいのかなと思ったのと、あと、ハロゲンランプの、まあ、黄色、ちょっとオレンジ色っぽい色の方がですね、好きというのがありますね。で、たまに LED ライトとか、だとなんか対向車ですごい眩しいなって思う時があったりするんですけれどもね、そう感じることがあったりするのもまあ理由かな。L でもあったらいいなと思うものとしては、ハンドルのところにあるオーディオコントロールですね。これがまあ JL でもあった方がいいのになと思ってちょっと迷いましたけれども、でもまあね、やっぱり、そうで、あとクルーズコントロールについては、正直使ったことがないので、そういうクルーズコントロールがついている車に乗ったことがないので、いまいちその必要もないのかなというのが、ね、あったらあったですごい便利なんでしょうけど、私はまあ、ね、ない車をずっと運転してますので、あんまりいらないのかなと思って、選びました。はい、以上です。